はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、心理学コーチ育成専門家の斉藤さんと一緒にですね、会社員の方では、副業独立で心理学コーチとして月30万以上の安定収入を得ていく方法についてですね、動画を撮っていきたいと思うんですが、斉藤さん本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ということで、今回、この動画を見てくださった方でも、今、会社員をしている方で、そういう心理学を仕事として、これから起業、もしくはいきなり独立じゃなくても副業から始めていきたいという方、結構たくさんね、いらっしゃると思うんですけれども、その中で、斉藤さんが、それに向けてどういった方法っていうのを具体的にプロセスを辿っていけばいいのかというところですね、ちょっと、聞いていきたいと思うんですが、はい、斉藤さん的には、まず、副業をこれからやっていきたいという方、まず何から始めていけばいいのかとか、資格はいるのかだったりとか、結構迷われてる方たくさんいらっしゃると思うんですね。うん。はい。で、まず最初にやっぱり大事になってくることっていうのは、どういったあたりなんでしょうか。まずはですね、その会社勤めが安定しているんではないかなっていう勘違いを、まず気づくことが、まず先決かなと思うんですけども。会社勤めは安定している。これが実は勘違いであると。そうですね。その事実にまず気づくことが、やっぱり大事なのかなと思いますけど、なるほどですね。経団連の中西会長なんかもおっしゃってニュースになりましたけど、もう終身雇用はもう限界が来てると。それは難しいってことは言われてますし、トヨタ社長もそういうことをおっしゃってますよね。なので、大手企業だから大丈夫っていう安心慢心はとても危険だと。いうことですよね。いつリストラになるか分かりませんし、三菱 UFJ とかみずほ銀行なんかも、将来的には1万人以上の人員削減するって公表してますし、大手企業だから安心ってのはまずないので、その時にどうするのかってことをやっぱり準備しておく必要性があるかなと思いますよね。確かにね。だからもう会社に勤めていても、いつ自分の例えばクビになってしまうかもわからないっていう状況で、もう本当に斉藤先生がおっしゃられてることっていうのも、いわゆる自分の身は自分でやっぱ守っていけっていう、やっぱりことです、ね。そういうことですね。そういう意味ではやっぱり自分のに手に職をつけるというか、自分の強みをやっぱ持っておいた方が、その年始で勝負するとか企業面で勝負するんではなくて、個人の時代になってきますんで、さらに。なので自分の強み、自分の手に職をつけていくことがやっぱ必要なのかなと思いますね。力をつけていくっていうことがまあ大事であると。買収リストラだけじゃなくて、例えばそのあんまりいい表現ではないかもしれないですけど、地震とか大雨とかここ最近続いてるかと思うんですけど、もしそんなことがあったらばですね、その安定も一気に不安定になってしまいますしね、あとその企業イメージってものも例えば不祥事とか不正があったりすると、一夜にしてイメージで変わりますから、その安定というのはもう迷信幻想であるってことに気づいていただいて、個人で自立をしていくという意識が大事かなと。個人で、これめっちゃ重要ですよね。個人で自立していくという意識。そうですね。意識がめちゃめちゃ重要であると。そうですね。じゃあ、それを踏まえた上で、じゃあこれから自立をしていこうというふうになった時に、なんかいきなり会社をもう辞めて企業一本に専念した方がいいのか、まずはちょっと会社員もやって収入も一応得つつ、副業でやっていった方がいいのかって結構意見が分かれると思うんですけど。そうですね。斉藤さん的にはどういう感じですか？僕はですね、もう今会社勤めされてる方であれば、安定、保証されてる期間中に準備をする。なるほど。いうことをお勧めします、ね。会社員一応いられてる時に準備をしとけと。そう。いきなり独立しますってのはちょっとあまりにもリスキーなので、まずは会社勤めしながら、週末だけ、ちょっと副業やってみるとか。週末。夜だけちょっと、副業やってみるとか。準備を していきながら、これいけるぞっていうタイミングで独立される方が、
リスクヘッジができていいのかなとは思いますよね。あ、確かにね。そうですね、まあ、僕もどっちかっていうと完全にもうすぐ独立した方がいいよっていう派じゃなくて、最初はね、リスクをできるだけ抑えて副業から始めて、でそっちの収入が軌道に乗ったら独立した方がいいんじゃないですかって結構アドバイスすること多いんですけれども、そうですね。だいたいこれ月収でいうとどれぐらいまで安定してきたら、まあどれ、いつ独立した方がいいのかってタイミングもねあると思うんですが、斉藤さんってこれどれぐらいの収入になったら副業の方で独立してもいいかなっていう。まずはですね、目指すは30万の安定収入かなと思いますね。30万ですか。SNS を使って、まあ、週末とか夜間にちょっと副業をやりながら、まあ、今、会社からいただいているお給料の、まあ、倍ぐらい、まあ、30万ぐらい、安定的に収入が得られるそうだなというイメージが湧けばですね、チャレンジできるかなと思いますね。確かにね、まあ、月30万円そっちだけでもね入ってきたら、まあ、ある程度ねそれだけでも生活十分していけるので、まずその月30万円っていうやっぱりのを稼いでいくためにも、なんか資格とかっていうのが必要なんじゃないのっていう方だったりとか、なんか心理学っていうとやっぱりね、スキルどうやって体得していったらいいのっていう方も、わからないって方もいらっしゃると思うんですけど、そのあたりはどうでしょうか。事実ですね、その心理学コーチ、心理学を専門的に学んでるお仕事されてる方たくさんいらっしゃるんですけど、実は資格はいらなくてですね。お、心理学コーチとはそもそも資格はいらないと。資格はいらない。ただ、専門的な知識はやっぱり必要なので、スクールですとか学校に通われて、その心理学のノウハウを学ばれる方は、それはお勧めします。そしてそこで発行されるのはディプロマなんですね、あくまでも。なるほど。認定修了書。はい。なので、資格はいらないんですけども、専門的な知識はあった方がよくて、さらに、勉強したことによって発行される、まあ、ディプロマはないよりあった方がいいかなというぐらいです。まあ、なくても全然構わないですよ、その辺は。構わないんですけど、ただ専門的な知識はないと、まあ、コーチングができないので、そこはちょっと守る方がいいかなとは思います。なるほどですね。ただその、まあ、副業で可能な理由としてはですね、特にまあ仕入れもいらないですし、在庫も買わないですし、あとオフィスもいらないですよね、インターネットがありますんで。なので比較的リスクを低く始められるのがこの心理学コーチなのかな。あ、確かにそこ大きいですよね、会社員の見方というか。いきなりね、ラーメン屋さん開こうってなったら初期費用だけで1000万2000万ってかかって、銀行からまず借り入れをして、そこからのスタートですけど、それ借金とかからのスタートではなくて、本当に今ある自分の資源と本当にもうパソコンとネットを使って、ね、しかも今とかだったら Zoom とか Skype っていうものを使って、ね、遠方のお客さんであったとしてもパソコンで価値提供とかコーチングができるっていう、そういう時代になってきているっていうところも大きいですよね。あの堀江さんですらね、スマホ1台あれば仕事できるって言ってますからね。ああ、おっしゃってますね。確かに、になってますね。すごい便利な時代ですよね。そうですね、なるほどですね。で実際、この心理学コーチとしてその心理学のスキルを使って、実際に、今人間社会ストレス社会に悩んでいる、方であったりとか、例えば人生の指針を見つけていきたい方とか、やっぱりいろいろな、ね、悩みを抱えている方をその心理学を使って救っていくことができる、そういう心理学コーチというですね、生き方として、これから副業独立、ゆくか独立を見据えて月収30万以上の、ね、安定収入を得ていくためには、本日の、ポイントをまとめると、まずは、会社勤めは安定している、これは勘違いであると、いう事実にまず気づいていただくと、そして手に職をつけて自分の強みを生かして個人としての力をつけていく、これがいわゆる例えば心理学というスキル、そしてそれを使って人を救っていくことができるという、そういう力っていうのをつけていくっていうことで、心理学コーチとして活躍していくことができると、そうですね。で、いきなりね副業独立っていうのはちょっとリスクがあるので、まずは最初は副業から、で週末企業、夜だけ副業っていう形で、月30万以上のところを目指して、まずは SNS で発信をしていくと、この SNS で情報発信していくっていうのは、もう本当に例えば自分自身が体得したスキルとかを、もう本当にためになる情報とかっていうのを発信していくっていう形で大丈夫なんですかね。
そうですよね、うん、そもそもビジネスというのはそのお客様の相手の問題解決がビジネスかと思いますので、うんうん、そういう意味ではその学んだ心理学を使って誰かに貢献をしていく、誰かのお悩みを改善していくことで、うん、お金がいただけてさらにありがとうと言ってもらえる仕事なので、うん、素敵な仕事だなと思いますね。発信していくと。なるほどですね。はい。じゃあこの動画をですね、最後に見てくださった方が今すぐ始められることとしては、まず今回、なんとですね、斉藤さんが、まあ、下の方の概要欄でね、LINE アットの URL を貼っているんですが、そちらでお友達になっていただくと、今だけ SNS 大百科7大特典、こちらをまあプレゼントね、はい、はい、していただけるということなので、ぜひね、こちらのプレゼントを、無料でね、ゲットしていただきまして、これをもとにですね、まずそのどういうふうなことをまず発信していけばいいのか、そして、斉藤さんのラインアウトの方でも心理学についてのお役立ち情報とかそういったものを学べると。はい。はい、まずはそのラインアウトにご登録いただいて、はい、SNS でランディングチェックっていうノウハウをまあ学んでいただきながら、うんうん、さらに、ラインアウトの方ではその心理学の専門的な知識ですとか、うん、どうやって開業していくのかとか、うんうん、どうやって集約をしていって、どうやって、稼いでいくのかというところを、有益な情報を配信していきますので、うん、ぜひご登録の方をいただけたらと思います。はい。ぜひね、ラインアウトの方でも、斉藤さんでお友達になってチェックしていただけたらと思います。はい。はい、また今回の、ね、動画少しでも勉強になっているという方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンもね、お願いいたします。はい。ということで、斉藤さん、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。